こんにちは。浜名湖の東岸、静岡県浜松市で花や多肉のポット内の生産直売をしている宮崎農園です。この動画を撮っているのは2021年8月の24日。ここ浜松では2週間ほど雨が続き、昨日からやっと太陽が見られるようになってきました。日照不足で植物を育てる方にとっては辛い2週間でしたね。そんなこんなでハウス内の花や多肉ちゃんたち、お水を少ししかもらえなかった子もいましたが、やっと通常の育て方に戻ることができて一安心です。8月はハウス内も花が少なく、動画が多肉ちゃん続きだったので、今回は久しぶりに今ハウスで育て出荷もしているお花を取り上げてみたいと思います。ということで、今回はエキザカムについてお話ししていきます。後半には可愛い寄せ植えも登場しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。こんな感じでこのチャンネルでは、宮崎農園の花や多肉の生育状況、期間限定春と秋の直売ショップの様子、花や多肉の育て方などをお伝えしています。チャンネル登録まだの方でご興味のある方は、画面右下のチャンネル登録というところをポチッとよろしくお願いします。またインスタグラムもハウスの花や多肉の様子などを毎日更新しておりますので、ご興味のある方はぜひそちらもフォローよろしくお願いいたします。インスタのリンク概要欄に貼っておきますね。可愛らしい花や多肉をご覧いただき、ゆったりとしたひとときをご一緒できれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。このエキザカム、宮崎農園では15年ほど前から毎年夏に種から育てて市場に出荷しています。種をまいてから花が咲くまで、他の花苗よりも少し時間はかかりますが、ハウス内の暑さにも負けず病害虫にも強いので、とても育てやすい植物です。といってもやはり育て方のコツはありますので、少しお話ししますね。エキザカムは熱帯アジア、アフリカ原産の多年草。日本でも冬は室内の暖房のある10度以上のところならば育てることができます。開花期は6月から10月。紫、白、ピンクの品種があり、最近では改良種の八重咲きや冬葉のものもあるようです。うちで育てているのは Y 性種のドワーフミゼットという品種で、株一面に紫色の小花が咲き、花付きが良いのが特徴です。この株は咲き始めなのでまだ少し寂しいですが、満開になると見事ですよ。それからお水やりは、肉厚の葉や茎に蓄えがあるため乾燥に強いので、多湿に注意して土が乾いたのを確認してからたっぷりと与えると良いと思います。そしてこのエキザカムの特徴として忘れてはならないのが香りです。甘くてとても良い香りがするんですよ。株一面にブルーの花が咲く時にはたまらなく良い香りが漂います。それから増やし方ですが、種まきの他に刺し目でも増やすことができますので、育てながら刺し目をして室内の暖かいところで越冬させて、来年の苗作りを楽しんでみるのも良いと思います。はい、それでは最後にこのエキザカムを使った寄せ植え例をご覧いただきましょう。ただいま8月で、生産している花苗が少ない中でのエキザカムと合う植物ということで、少し前の動画でご紹介したオレガノミューフィユリーフの再登場です。いかがでしょうか。エキザカムのお花の紫と
オレガノミューフィールリーフの緑からピンクのグラデーションのお色、それからエキザカムのお行儀の良いまとまった草姿の周りに暴れまくるオレガノの自由さがとても似合っていると自己満足の世界です。どちらも真夏は半日陰ぐらいの環境が良いので相性も良いと思います。エキザカムが屋外で開花する10月頃まではこのまま楽しめそうですね。冬になったら軒下や室内の10度以上のところでそのまま越冬もできると思われます。またエキザカムもオレガノミルフィーユリーフも挿し芽で増やすことができるのでこの秋に挑戦してみるのも良いですね。植物は育てる楽しみ、増やす楽しみ、見ることでも自分や周りの人も癒すことができて本当に良いなと思います。時には天候に悩まされたり病害虫に泣かされたりもしますが、そういうこともひっくるめて SNS でシェアし合ったりととても楽しめる良い時代になりました。この動画を見てくださっている方で私もそう思うという方がいらっしゃいましたら、画面下のグッドボタンでお知らせお願いします。今回の動画では7月から8月に農園で生産しているエキザカムについて育て方のコツなどお話ししました。いかがでしたでしょうか。日本の夏は年々暑くなり、ガーデニングを楽しむのはちょっとお休み。でも少しは楽しみたい。長雨でダメになってしまったお庭や鉢植えのお花を探してみるという方、よかったらエキザカム楽しんでみてください。株いっぱいに咲く小花から良い香りが漂い、とっても癒されますよ。最後になりましたが、宮崎農園直売ショップは7月から夏の休みをいただいております。再開は9月上旬を予定しております。まだまだハウス内は暑いので、時短の営業になるかと思います。お店に並ぶ苗も花は少なく、多肉植物メインになるかと思いますが、入荷の情報や生産内の様子などインスタグラムとこちら YouTube で随時ご紹介していきます。遠くてご来店できない方や外出を控えてらっしゃる方にも楽しんでご覧いただけたらと思います。こんな感じでこのチャンネルでは宮崎農園の花や多肉の生育状況、期間限定春と秋の直売ショップの様子、花や多肉の育て方などをお伝えしています。チャンネル登録まだの方でご興味のある方は、画面右下のチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。また、インスタグラムもハウスの花や多肉の様子など毎日更新しておりますので、ご興味のある方はぜひそちらもフォローよろしくお願いいたします。インスタのリンクは概要欄に貼っておきますね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。